皆さんこんにちは。2017年の連続テレビ小説ワロテンカで見せたコメディエンヌの才能と女優としての演技の幅の広さは高く評価された広瀬アリスさん。事務所が結婚を認めた理由に驚きを隠さない。今日は広瀬アリスさんのことについて紹介します。まずは広瀬アリスさんの経歴とプロフィールから紹介します。広瀬アリスは日本の女優、元ファッションモデル、静岡県静岡市清水区出身、フォスタープラス所属。妹は女優ファッションモデルの広瀬すず。広瀬アリスさんは数多くの CM やドラマ、また映画などに出演しているので認知度も高くおなじみの顔になっていますね。広瀬さんを知ったきっかけはドラマルーズベルトゲームです。毎週このドラマを楽しみにして見ていたのですが、広瀬さんは会社の野球部のチアリーダー山崎美里役として出演していました。広瀬アリスさんの芸能界入りのきっかけは意外なところでのスカウトです。小学6年生の時に七夕祭りに広瀬さんの友達と一緒に行った際に、そこでスカウトされたそうです。珍しいところでのスカウトですね。その時もめちゃくちゃ可愛かったんでしょうね。その後2008年に NHK ドラマ5で女優デビューを果たします。そして同年には映画死に損ないの青木にも出演してスクリーンデビューも果たします。2009年には雑誌セブンティーンのオーディションミスセブンティーンで見事にグランプリに選ばれます。後に妹の広瀬すずさんも同じくミスセブンティーンに選ばれることになり、姉妹でセブンティーンモデルになります。この後は数多くのドラマや映画に出演することになります。主な出演したドラマは35歳の高校生やルーズベルトゲーム、玉川区役所オブザデッドなどがあります。また主な出演映画はスープ、生まれ変わりの物語、絶叫学級、銀のさじシルバースプーン、フレア、フレアなど多数あります。出演した CM はロッテのクールミントガムや日清焼きそば UFO 赤城乳業、ガツン、トミカン、ホヤ、アイシティなどがあります。広瀬アリスさんの結婚相手は大倉忠義さんで旦那だよねと少々フライング気味でも、広瀬アリスさんと大倉忠義さんは結婚間近とも報道されていますので、馴れ初めや出会いの時期が気になりますね。お互いの事務所も事実上交際を認めているようなので、現在の交際状況や結婚の時期も知りたいよね。今回は広瀬アリスさんの旦那は大倉忠義さんと題して、結婚の慣れ始めや結婚時期についてまとめました。いきなりですが、広瀬アリスさんの結婚する旦那は大倉忠義だよねというところから、2022年1月10日にスポニチから広瀬アリスさんと大倉忠義さんの交際報道がされました。二人は報道が出る半年前から交際をしており、割と早めの段階で交際が発覚しています。そういえばワイドナショーでもあちこちで二人の交際報道やってたね。大倉忠義さんといえばジャニーズですから、思い切った旦那候補をゲットしたものです。年齢差は広瀬アリスさんが9歳年下で、以前にバラエティ番組で二人で出演した時には話が合わないから無理なんて言っていたのに、しれっと彼氏になってました。冒頭でもお伝えしましたが、お互いの事務所も事実上交際を認めているようなので、タイミングで結婚しますな状況だと思われます。2022年3月20日に広瀬アリス、大倉忠義と6月に電撃婚かって、二人の結婚がより現実っぽくなってきたことも報道されてたよ。とにかく広瀬はこの春仕事が一気に詰め込まれている印象です。連ドラ2つに加え注目映画の公開と、ここまでの仕事の集中具合は珍しく、ちょっと普通じゃない感じですね。そこで浮上しているのが大倉とのゴールイン説だ。2つの連ドラはいずれも6月中に最終回を迎える予定。映画も4月末の公開ですから、6月には落ち着く。広瀬はそのタイミングで入籍を狙っているとの情報が芸能界で流れているのです。広瀬はもともとジューンブライドに憧れているとされるだけに、6月婚は十分あり得る話でしょう。広瀬アリスさんの旦那は大倉忠義さんと少々フライング気味ではあるものの、
そんな体で話は進みます。広瀬アリスさんと旦那の大倉忠義さんの出会いはいつなのか、馴れ初めも気になりますよね。広瀬アリスさんの旦那は大倉忠義さんとの馴れ初めや交際時期について、広瀬アリスさんと大倉忠義さんは2021年1月にスタートしたフジテレビのドラマ知ってるワイフで共演したことで出会っています。こうやって大倉忠義さんと結婚して子供を抱っこする日も遠くないかも。広瀬アリスさんと旦那の大倉忠義さん、現在の交際状況はどうなっているのでしょうか。広瀬アリスさんと大倉忠義さんの熱愛交際ですが、現在はお互いの事務所とも交際を否定することなく、今や芸能界でも有名な公認カップルとなっているそうです。二人は今流行の巣ごもり自宅デートが中心なんだそうです。外出自粛のご時世ですし、それにおうちデートの方がマスコミにキャッチされないしね。それでも時々外に繰り出してドライブに行ったりしているそうです。大倉忠義さん、結婚相手確定の旦那確定っぽくない感じよね。広瀬アリスさん、少し前の時代の番組で人と暮らせないとか、一人でお湯割りを飲みながら映画を見るのが幸せとか言っておきながら、変われば変わるものです。暴露ガーシーさんとも仲が良くて、飲むと男気が強くなって筋が通った男前女優って言われてましたっけ。とはいえ広瀬アリスさんもそろそろアラサー世代ですから、周りの俳優たちが結婚していくことで心境に変化が出てきたんじゃないでしょうか。広瀬アリスさんと大倉忠義さん、箱根でも目撃されて話題になってましたね。交際して間もなくのこと、忍び旅行ということですが、広瀬アリスさんと大倉忠義さんが結婚をして、大倉忠義さんが旦那になる日はいつなのでしょうか。6月婚は十分あり得るなんて報道もされてたけど、そうそう簡単にはいかないみたい。広瀬アリスさんと大倉忠義さんの交際は現在では事務所も否定しておらず、広瀬アリスさんの事務所フォスタープラスは、プライベートなことは本人に任せていますと事実上交際を認めています。一方の大倉忠義さんのジャニーズ側は、アイドルの交際には厳しいですから手強そうと思いきや、コメントすることはございませんと、ツーショット画像もバンバンでまくりの報道に対して否定しないということは、交際を容認しているとの見方をされているようです。となると二人の結婚も現実味を帯びてきますよね。嵐の相葉雅紀さんや櫻井翔さん、二宮和也さんも電撃結婚してますし、関ジャニは2024年でデビュー20周年を迎えますよね。ある報道では、ジャニーズ事務所はアニバーサリーイヤーを大切にするので、関ジャニ20周年イベントを終えた後で結婚するのではないかと局の関係者がコメントしてました。広瀬アリスさんと大倉忠義さんは2022年に熱愛を報道されていましたが、どちらの事務所も否定も肯定もしませんでした。女優広瀬アリスさんと関ジャニの大倉忠義さんの結婚がいよいよ迫っているのではないかと噂されています。2022年に2人の熱愛が報道されてから、いつ結婚するのか気になり続けている方も多いかと思いますが、秒読みなのではないかと言われるのはどうしてなのでしょうか。そこで今回は、広瀬アリスさんと大倉忠義さんの結婚は2024年が濃厚な理由と慣れ始めについて調べました。2023年1月から始まった大河ドラマどうする家康に出演している広瀬アリスさん、大河ドラマには、大河ドラマに出演中は結婚、熱愛の発表はしないという暗黙のルールがあるそうです。そのため大河ドラマの前後で結婚をする芸能人が多いと聞きますが、広瀬アリスさんと大倉忠義さんは大河ドラマの前には結婚していません。ということは、次の大河ドラマが始まる2024年1月に結婚することが予想されます。広瀬アリスさんと大倉忠義さんは2022年に熱愛を報道されていましたが、どちらの事務所も否定も肯定もしませんでした。このことから、お互いの事務所公認の交際なのではないかと言われてきました。さらに広瀬アリスさんは、ジャニーズのタレントとの共演がいくつかあることから、ジャニーズ事務所としても
広瀬アリスさんのことよく思っているのではないかと思います。女としては20代で結婚したいと思う方多いですよね。若すぎることもなく、交際して1年半2年くらいとなれば結婚してもいいというタイミングなのではないでしょうか。最後になりますが、2人の体調面も関係しているという考えもあります。大倉さんは耳鳴りの症状がひどく、ストレスが原因、一定期間の休養を勧められ2022年4月頃に休養しています。広瀬さんも2022年に体調不良や違和感があり一時休養していました。体調不良で休養となると関係者に迷惑をかけたり気を使わせてしまうものですが、結婚するから仕事をセーブするというのは前向きですし、計画的に行動できるのでセーブしやすいですね。芸能界という特殊な世界で活躍している2人なので、大河ドラマや10月始まるドラマ、年末のイベントなど、怒涛の12月を乗り越えた後の2024年早々に結婚してちょっとお休みをいただくという流れになる可能性が高いのではないでしょうか。広瀬アリスさんと大倉忠義さんのこれからを応援しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。